別エピソード、別エピソード、次じゃあ続きましてですか。続きましてネタいっぱいありそうですね。1年間あればだってものすごい、まあ結構やっぱ経験しますよね、ドンちゃんする世界だし。あ、そうですね、まあ、面白い客いましたね。あ、使える範囲、使える範囲のやつですね。使える範囲で面白い客、あれですね、あの飛ぶ、売りかけを飛ぶっていう単語があるんですけど、売りかけを飛ぶ、振りかけじゃなくて、振りかけでじゃなくて、売りかけを飛ぶ、売りかけって要はつけっていう意味なんです。ああ、はいはいはい、そうなんです。お金をつけておく、そうです、そうです、そうです。で、ある女の子がつけで飲んでったんですね。はいはいはい。で、後で支払うやつ、ね、後で、そうです、はい。で、その日の会計が12万ぐらいで、はい、そう、まあそんなに多くはないんですけど、はい、で月末に払いに来るからっていうことで来たんですね。そうです、来たんですけど、で来なかったんですね。はいはいはい。でホストです、飛ばれちゃうと売りかけをすっぽかされちゃうと、それを飛ぶっていう、ね、そう、飛ぶっていうんですけど、はい、飛ばれちゃうと自分で補填しなきゃいけないんですよ。へえ、そうなんですね。そうなんです。もうだからもう500万とかっていうのたまにあるんですけど、はい、でかい金額で崖で飲んで、で返してこう持ってこなくて、はい、自分で持たなきゃいけないみたいなこととかあって、へえ、そうなんです、ね、すごい大変な、ちょっとこう駆け引きが重要な世界なんですけど、はい、まあ、そういう中にはちょっとそういう子もいて、でそんな中で僕少額だったんですけど、はい、12万円分ちょっと払いに来ない子がいて、はい、どうしたんだろうと思って、そういう普段全然そういう、なんだろうな、悪いことをするようなことがなかったんですけど、来なくて、どうしたのってなって、いやちょっとごめん、今月は行けなかったってことで、ああ、でまあちょっと来月に期待するかって今あって、ああ、で来月、いやちゃんと払いに来たんですね、はいはい、でも払いに来たのがなんと、お店じゃなくて俺の大学っていう。なんで知ってんのってますだって。なるほど。で言ってなかったのに、言ってないはずだし、あんまりなんかやっぱそれちょっと個人のこと、はいはいはい、基本的にはあんまり先輩も、はいはい、仲間としては言うべきじゃないみたいなところがあるので、はいはい、なんか知らないはずなのに、なんでかなと思ったら、そのなんとびっくりなんですけど、はい、そう、大学が向かい側の、あ、なるほど、女子大生だったんですよ、ね、女の子も。で実は駅で俺を見たことがあるみたいな。ああ、なるほど。そうです、ね、でちょっと売りかけ1ヶ月前すっぽかしたから店に行くのはちょっと怖いなみたいな。あ、なるほど、なんかあるんじゃないかみたいな、石とか、はいはい、ないんですけどね、ないんですけど、あるんじゃないかみたいなことがあって、いやそんなことないよって言って、12万円大学で持ってもうずっとヒヤヒヤしながらこうやって授業すげえ真面目に受けてたんですよね。なるほど、そんなことが変わったことがありましたね。僕がっつり理科大って言ってるからバレちゃいますけど、あ、そうですね、どこの実際か、ま、前に何個か大学ある。なるほど、ギリギリ大丈夫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 です。何個か近くに大学ある。もうそれ全然、あ、まあ、これは全然セーフな話題で、話題ですね、大丈夫です、ちゃんと誰も困ってないっていう、使える話題で、そう、僕も困ってない、お店も困ってない、女の子も困ってないっていう。じゃあ使えない話、これダメですね。それはぜひ話、飲みで飲みたかった、めっちゃ面白いけど無理だな。使えない話が一番面白いんですけどね。本当はそれが一番面白いんですけど、じゃあまあじゃああれじゃないですか、このいいねとかがすごい来たりとか、ああ登録者数がこうわーってきたら、なんかいずれね、そういうのを話せる、ね、イベントを開催しても面白いじゃないですか。あ、そうですね、トークセッションみたいなことは。そうじゃあそれを成功させるためにはやっぱトイック、そうです、トイック開拓点とで。そうやってもらえればと思うんで、森さんプログラムで頑張りましたっていうのをこう証明しないと、頑張っていきましょう。飲み会マスター、本当の飲み会マスター、はい、生が出て、もう素が出て、もう盛り上げるっていうのはやっぱもうみんな喜んでくれてたんですけど、飲み会オフ会ですね。そう、800点取ったら、ね、オフ会800、オフ会しましょう。本当にすごい、はい、ね、3年サムネタイム、どんどん前に出てこうアピールしてる。じゃあどうせそこサムネの時に字がいっぱい出るから、僕の方は消すんで。え、そうなんだ。字でどうせ埋まっちゃう。ここに乗るみたいな。そう、字が埋まっちゃうっていう、だから。そう、もうサムネですもんね。そう、もうサムネなんで。ああ、プロ面白い、やっぱり。サムネっていう。どんどん。そうそう。果たして。そう、電気羊はみたいな感じで、そう、なんか人工知能は電気羊の夢を見るかみたいな。そう、果たして俺は800点を取れるの、ビジョンは800点を取れるのかみたいな。こんないいえ、こんなチャラ男が
800点を一体取れるのかみたいな。そうそうそう、そういう感じで持っていいとかっていうんで、そうそうそう、もう入りましょうよ一緒に、せっかく一緒にそうで、ここにこうわーっとサムネの文が来るみたいな感じで、でかく売ってるんでね、そんな僕大体最近顔隠れてます、ね、他のやってる人がこうでっかくいい感じ、やっぱりいいですね。はい、ありがとうございます。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.